徳川四天王といえば徳川家康様を支えた有能な重臣としてあまりにも有名でございますな。酒井忠次様、本多忠勝様、榊原康政様、井伊直政様の4人を指しまするが、それぞれが多彩な能力を持って徳川家を天下取りへ導かれ申した。個性にあふれ華やかな印象がござる四天王でございまするが、その最後はあまりにもあっけなく寂しいものだったようじゃ。そこでこたびは方々の晩年から死去するまでに焦点を当て、その最後の様子を語ることにいたしましょう。家康から毛嫌いされた四天王筆頭の末路とは、酒井忠次。徳川四天王の筆頭として知られるのが酒井忠次です。年齢は家康より15も上だったそうですから、三河で独立を果たす頃には35歳の壮年に差し掛かっていました。しかし器量といい経験値といい、家康はかなり忠次を信頼していたようで、早くも東三河を束ねる旗頭として抜擢しています。忠次もまた期待に応え、三河統一戦から遠江における戦い、さらには三方ヶ原の敗戦ではあえて太鼓を叩くことで味方を鼓舞してみせたとか、なんといっても忠次といえば長篠の戦いは決して外せません。自ら進んで別動隊を率い、長篠城を囲む敵の砦を殲滅してみせました。結果的に武田軍の退路を断つ形となり、味方の大勝利に貢献しています。そんな忠次ですが、図らずも家康の期待を裏切る行為をしでかすのです。天正9年1581年のこと、家康の嫡男信康が武田に通じているという疑惑が生まれました。これは信康の正室徳姫が密かに書状を送って知らせたものですが、半信半疑の信長は早速徳川家に釈明を求めます。そこで宿老である忠次が安土城の信長のもとへ向かうのですが、信康のことを十分に弁護できません。生まれつき口が達者でなかったのか、それとも初めから言い訳するつもりがなかったのかは不明ですが、信長の問いに答えられず、ついに切腹を言い渡されてしまうのです。信康の切腹後、なおも忠次は家臣団の重鎮として活躍しますが、天正18年1590年に家康が関東へ違法になった時、他の四天王が10万石クラスの大名に出世したにもかかわらず、忠次にはたった3万石しか与えられなかったとか、また隠居した忠次が息子家継のことをよろしくお願いしますと家康に言上した際、家康は冷ややかにそちも我が子が可愛いかと語ったエピソードはあまりにも有名です。忠次は晩年眼病を患っており、ほとんど目が見えなかったとされています。また1000石の隠居料を与えられて京都で暮らしますが、かつての同僚たちが訪れることもなかったとか。ただ豊臣秀吉は忠次のことを気にかけていたらしく、たびたび贈り物を届けていたそうです。通説では忠次様が弁護できなかったばかりに、信康様が自害に追い込まれ、家康様は深い恨みを抱いたとされておりまする。ところが近年の歴史研究によれば、家康様が自発的に自害へ追い込んだことが明らかとなりました。確かに忠次様は弁明のために安土を訪れておりまするが、決して信長様が切腹を命じたわけではありません。実際には徳川家の問題にとどめ、家康殿のお好きなようにと語っておられるのじゃ。おそらく家康様は信康様が武田に通じておることを確信なされ、できれば考えを改めさせたかった、そんな風に思えて仕方ありませぬ。結局信康様の気持ちは変わることなく、ついに家康様は自害を命じざるを得なかったのでしょうな。また信康様のことが原因で家康様は忠次様を邪見にしたというのもいささか荒唐無稽でござる。四天王の中でも忠次様は年長者にあたり、一回りも二回りも上の世代でございました。家康様が関東へ移った天正18年の時点で、忠次様はすでに60を超えておられ、これからの活躍を期待する若い世代を優遇したかった、そんな見方もできまする。実際に忠次様の後を継いだ家継様はとんとん拍子に出世なされ、後に越後高田10万石の大使となっておりまする。決して酒井家が冷遇されたわけではござりませんでした。家康から一時を与えられたほどの側近、その寂しい晩年とは。榊原康政、13歳の頃から小姓として家康に仕え、類まれなる武勇を発揮したのが榊原康政です。三河一向一揆で初陣を飾ると、数多くの戦いで軍功を積み重ねたといいます。その甲斐あって家康から認められ、主君の一字をもらって康政と改めたとか。さて康政が痛快な働きぶりを見せたといえば、羽柴秀吉と対戦した小牧の駅でしょうか。一向に動かない戦況の中、康政はわざと秀吉の耳に入るよう目立つ場所に考察を立てました。猿は身分が卑しいくせに恩のある織田家を裏切り、これを滅ぼそうとしている。悪逆非道も極まれりであろう。こんな言葉を書いたのです。激怒した秀吉は家臣たちに対し、康政を討ち取った者には10万石を与えると触れ回りました。つまり懸賞金がかけられたわけですね。これを聞いた康政は、わしの首が10万石か、安い安いと笑ったとか。やがて徳川家は大きくなっていき、関ヶ原の勝利によって家康は実質的な天下人となります。これから大きな戦いが起こることはなく、政治や経済に長けた官僚が活躍する時代となるでしょう。康政のような武勇に秀でた者にとって、もはや自分が必要とされなくなるのは寂しいことです。あえて政治から距離を置くことで隠居同然となり、所領があった館林へと引きこもりました。そして慶長11年1606年に盲脳炎を患った結果、59歳で亡くなります。発症してからわずか1週間で息を引き取ったあたり、よほど悪化させていたのでしょう。家康様、秀忠様と2代にわたって仕えていらっしゃった康政様でございますが、とりわけ秀忠様との関係は良好だったといいまする。関ヶ原の戦いの直前、21歳でありながら初陣を迎える秀忠様に同行なされまするが、その途中で上田城にこもる真田昌幸様の抵抗に相申した。結局城を落とすことができず、徳川本軍に合流すらできなかった秀忠様は大目玉を食らいまするが、これを必死になって擁護したのが康政様でござる。全ての責任は自分にあるとして、ついに家康様の許しを取り付けられました。大いに感謝した秀忠様は、ことあるごとに康政様のことを気にかけられたそうじゃ。康政様が隠居を決意された時には引き止め、盲脳炎で苦しんでおった時には医者を派遣したり、よく効く薬を届けさせたとか。そんな康政様が毛嫌いしておられたのは、同じく家康様の側近だった本田正信様でございました。一度は裏切ったくせに出戻った腰抜けと揶揄したり、あるいは武勇もないくせになりやがった策士だと罵ることもあったとか。いよいよ秀忠様の時代になった時、そんな官僚たちと仕事をするのはまっぴらごめんだと康政様が考えてもおかしくありません。そんな理由もござって政治から距離を置いたのではないじゃろうか。東国無双の武将は感染症によって亡くなった本田忠勝。幼くして両親を失った本田忠勝ですが、叔父忠実の薫陶を受けてたくましく育ったようです。初陣だった桶狭間の戦いでは一手の武将として参陣したといいますから、家康の期待も大きかったことでしょう。最初はなかなか手柄を上げることができない忠勝でしたが、自分の力で敵の首を取ってみせると、あとはトントン拍子に武功を積み上げていきました。やがて徳川家きっての猛将として名を馳せるのです。姉川、三方ヶ原、長篠、小牧とあらゆる戦いに参陣した忠勝は、57度の合戦で一度も傷を負わなかったとか。武勇と運に恵まれていたのでしょう。また彼が得意とする槍は凄まじかったようで、その愛称はトンボ切りと呼ばれました。穂先に止まったトンボが真っ二つになる切れ味を誇ったそうです。そんな物騒な槍を振り回す忠勝に対し、人々はいつしか東国無双、果実顕微の将と褒めたたえました。やがて関ヶ原の戦いが終わると、次男忠友とは別に伊勢桑名10万石が与えられています。しかしかつての猛将も病には勝てません。幕府の中枢から外れると次第に眼病を患うようになり、体力の衰えは明らかになりました。そして慶長15年1610年63歳でこの世を去ったのです。亡くなる直前、忠勝は愛用の小刀で木彫りの仏像を彫っていました。すると目がよく見えなかったためか、手を滑らせて傷を作ってしまいます。忠勝は思わず「こんな傷を作るとはわしももう終わりだな」とつぶやいたとか。亡くなったのが数日後のことだったため、もしかすると傷口から細菌が入ったことによる感染症ではと論ずる歴史研究家も多いようです。ちなみに忠勝様は単なる戦ばかではありませぬ。戦場では常に冷静沈着であり続け、よく情勢を見定めてから行動したといいます。小牧の駅では家康様を救援するべく手勢を率いて駆けつけられまするが、秀吉様の大軍を見ても動じず、敵を目前にしながら馬に水を飲ませるという余裕っぷり。あの秀吉様も見事な振る舞いだと称賛なされたそうじゃ。また晩年を迎えた関ヶ原の戦いの際、さすがに自慢のトンボ切りを思うように震えませぬ。そこで忠勝様は柄の部分を短く切り詰め、扱いやすいようにしたとか。自分の年齢や能力に応じて武器を改変してしまうあたり、やはり戦いの非凡さを感じずにはいられませんな。四天王最年少でありながら大活躍、まさかの死因とは。井伊直政、四天王の中で最も若く最も遅れて家康に仕えたのが井伊直政です。若い頃は家康とボーイズラブを楽しんだという噂もありますが、何より家康が評価したのは直政の優れた統率力でした。そこで直政に大役を命じるのです。それは武田家が滅亡した後、残された旧臣たちを徳川家に引き入れるというスカウト活動でした。そもそも徳川にとって武田は滅ぼされたも同然、彼らの恨みは凄まじいものがあります。ところが直政は粘り強い説得や懐柔を続け、ついに多くの武田旧臣を引き入れ、徳川家に仕官させたのです。家康はこれを高く評価し、武田旧臣たちを直政に付属させました。そして新たな赤備えとして戦場を叱咤するのです。その勇猛さから直政は井伊の赤鬼と恐れられたとも。四天王として選考を重ねていく直政でしたが、最後の合戦となったのが関ヶ原の戦いです。敗走する島津勢を追った直政は、思わぬ鉄砲による反撃を受けて大怪我を負ってしまいました。その後はどうにか回復して近江18万石を与えられますが、やはり鉄砲の傷は恐ろしいもの。関ヶ原から1年半後、鉛の銃弾の毒素によるものか敗血症を起こし、そのまま亡くなってしまったのです。直政様は同僚の榊原康政様、本田忠勝様に大人の武勇を見せたといいまする。また優れた統率力は生まれ持っての才能ではなく、努力に裏打ちされたものでございました。直政様は命を惜しまず常に戦闘をかけ、その姿を見せつけることで家臣たちを引っ張っていかれたのじゃ。本田忠勝様が一つの傷も負わなかったのに対し、直政様は生傷が絶えなかったと言いまするから、直政様がいかに努力家だったのかよくわかりまするな。また井伊勢は差し詰め超体育会的な集団だったようじゃ。直政様があえて厳しい環境に身を置くことで、家臣たちにもそれを強制させ申した。死んでもいいからここを守れとか、命が惜しいものはとっとと帰れとか、そんな厳しい態度で接していたと伝わりまする。あまりの辛さから出奔する家臣が続出したと言いまするから、まさに猛者だけしか残れない精鋭部隊だったのでしょうな。さすが上司にしたくない武将様の上位に入るだけのことはありまするな。徳川四天王の活躍と最後どうじゃったじゃろうか。四天王の名前に負けない活躍が家康様を天下人に導いていかれたのじゃろうな。そんな徳川家康様といえば名古屋城。ぜひわしもおるで会いに来てちょうでや。動画だけではわからない会ってわしの魅力を見てちょうでや。最後に重大発表じゃ。この度公式 LINE ができ申した。公式 LINE では歴史を学べるクイズ初級中級上級とございますので挑戦してみてくだされ。そしてわしの名古屋城の出陣情報も分かりますので名古屋城へ来る者はぜひ来る前に登録してちょうでや。登録は無料でござる。概要欄からどしどし登録をお願いいたしまする。さてと LINE も登録したしはい終わりではございませんぞ。援軍チャンネル登録は済ませましたかな。何、チャンネル登録も済ませた。それでは最後高評価とやぶみコメントじゃ。何、もう済ませた。それでは名古屋城で待っておるぞ。それではまた。